レッドブル RB12 は、レッドブルレーシングが2016年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーで、ある。2016年2月22日に正式発表。この年もチーフテクニカルオフィサーのエイドリアン・ニューウェイが、プロジェクトに携わったが、制作は、ロブ・マーシャル、ポール・モナハン、ダンファロウズ、ピエール・ワシェの4人で行われた。 前年の不振で、ルノーとの関係が悪化し、パワーユニット供給問題や、弟チームのトロロッソと共に、F1 からの撤退を示唆する事態にまで発展した。最終的にはルノーからの供給は継続されたものの、タグホイヤーのバッジネームをつけることになった。レッドブル移籍初戦のスペイン GP で、初勝利を挙げたマックス・フェルスタッペン第5戦スペイン GP より、マックス・フェルスタッペンが、 トロロッソから昇格。ダニール・ルクビアートはトロロッソに降格した。このスペイン GP でフェルスタッペンが初勝利を挙げた。次戦モナコ GP ではアップデートされたルノーエンジンを搭載したダニエル・リカルドが自身初のポールポジションを獲得した。第16戦マレーシア GP では3年ぶりのワンツー、フィニッシュを果たした。最終的にコンストラクターズランキング2位を確保し、 復調ぶりをアピールした。ありがとうございます。